どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、鎌倉新仏教ということになるんですけど、一つ一つ見ていきましょう。はい、ということでまずやっていくのがこちら、浄土宗ですね。はい、浄土宗ということになるわけなんですけれども、これが一番クソだと、クソだじゃねえよ、はい、これが一番クソだって言っちゃった何を言ってるの俺は。浄土宗の法然ということになるんですけど、南無阿弥陀仏ということですね。南無阿弥陀仏を唱えることによって、まあ、極楽往生できますよと。だから皆さんは南無阿弥陀仏を唱えてくださいってね。はい、いうことですね。はい。って苦しいことなんかいろいろあると思うと。でも南無阿弥陀仏さえ唱えればね、極楽浄土に行けますよっていうね。はい。だから浄土宗っていうね。はい。まあ、いうことですね。はい。でっていうね。はい。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。